まああの昨日のライブ配信で言っていた通りに、まあ、ジミーの独り言さんが7月末にコロナに感染して今、お休み中ということで、まあ、こういう方には私はワクチンをお勧めします、まあ、ご自身の判断でやるべきだと思いますがあとは前回のコロナ要はこの KP3 という株が流行する前までの間にかなり症状が出たような人多分、立花隆さんとかね こういう人にもおすすめします。おすすめします。それで、私はどうかっつったら、今回をもってして、ワクチンを定期的に、まあ、あの毎年打つかどうかは別として、定期的に接種していきたいなというふうに思っております。思っております。 えー、その中で、えーね、今年の7月と6月ぐらい、おそらく KP3 の流行で、まあ、1万人から2万人ぐらいお亡くなりに,になるんじゃないかということをライブ配信で、えー、伝えました。で、今日ょね、今朝調べて、えー、軽く調べたならば、同じような意見を、えー、あの学術論文として発表している人が、えー、いますいましたので、えー、菅谷、えー、菅谷徳幸さんという、さんという人かな。 <laughs> 菅谷紀夫さんという人が出、ねえー、してたんで、えーまあ、その人の,、えー、そのやつを見ながら、えー、説明していきたいと思いますただ、その菅谷さんと意見が対立しているところは2つだけありますまず1つは、えー、重症度菅谷さんという人は重症度の,その、えー、やつを変異ウイルスでウイルス側だけに責任を押し付けている節があります。 ちょっとね実際に一時情報として、えー、取材して聞いたわけじゃないので分かりませんが、その論文ある1つの論文を一部だけを切り抜くと、えー、重症度は変異ウイルス側だけみたいな、これわざとやってるのかもしれないですけどそういうことを言ってるので、えー、私は違います感染の、その人の感染の経歴ですとかワクチンの接種回数、えー、集団行動の,その形態、えー、要は、ねえー、あのロックダウンするとかしないとかね、もしくは人種です。 えー、白人とかアジア人とかこういう人種でも、えー、かなりデータの差が出てきてるのでだからウイルス側だけじゃなくて人間とウイルスとの相互関係これ、ね、久しぶりに言ったな <laughs> これいや何年4年ぶりぐらいに言ったかな私の動画の中でそのコロナの動画の中で何回も言ってるけど <laughs>、ね、あのこれはあの反ワクチンとか、えー、なんだマスクを反対しますっていう国民主権と平塚正幸君の時に相当動画作ってたんですよ。ね だから人間とウイルスとの相互関係を、だからウイルスだけがどうのこうのって言ってる人たちが変なんですよ。この株は毒性が高いとかってよく言う人、このワクチンは毒性が高いとかっていう、ワクチンが毒じゃなくて、ね人間との相互関係によって生じるものですから、それは一概に言えない、個別ケースで全部見ていかないといけない。じゃあ、個別ケースで全部やらないといけないかって言ったらそういうわけじゃなくて、ある程度、統計学的、医学ってそうだから、ね 統計学的に、えー、見ることができるんですけど、この感染症の方は、ね、その重症度の,その菅谷さんという方は、これまでかなりいい感じの論文で、私の考えと近いなと思ったけど、唯一違うのはウイルスガマだけの話をしている。 あともう一つは、2類から5類に切り替えたが増加傾向にあるつ、これ、超過死亡のことをこの後でちょっと出しますから、これ出さないで切り取りで言ってると、この動画自体がバンされる可能性があるので、だからちゃんとこの人のやつ出しますが、ね、2類から5類に切り替えたが増加傾向にあるんじゃなくて、私の意見としては2類まず、まずは2類じゃないです指定感染症だから、だから法律、その当時、法律、私も見ましたから、最近は見てないけどね、だからあの2類じゃないです、2類相当の指定感染症から、えー えー、あの類に切り替えたわけでしょでそれ切り替えたことで増加傾向にあるという要はコロナでお亡くなりになる人は統計学的に増える方向に、えー、急激に、ね、増える方向に行くだろうという想定だから2023年から急激に増えていくとだろうなというふうに想定してるわけそしてその、ね、減少とか増加とか繰り返しながら、えー、ある一定 程度の周期私は4年ぐらいか4年か5年ぐらいと思ってたけどもしかするとコロそれはインフルエンザの時の感覚なんで、あのー、コロナになったらもしかするとそれが3年2年3年とか2年とか半分ぐらいになるかもしれない変異速度が上がってるんで今まで24ヌクレオチドパーイヤーだったのが今33とかでしょ33ヌクレオチドパーイヤーとかになってるんでそれ変異速度が上がってるんでだから えー、あと、えー、冬だけとかじゃなくて夏もね、えー、その人間の行動体系で感染力が強いんで,で感染力落ちてないんでだからあのそれが変わってくるだけの話なんでじゃあ、それ自民、えー、の独り言さんとか立花さんとかそういう方、ねえー、がなぜ、えー、ワクチンを接種定期的に接種した方がいいと考えるのかね。ね そして、私がなぜこれから定期的に、ね、KP3 に感染して一家全滅してからなぜそういうふうに思っているのかそれをこの菅谷さんの論文をもとにやっていきたいと思います一応、えー、タイトルがですね、えー、日本の新型コロナ対策の問題点日本の超過死亡数はカナダを抜きフランスに迫るということでと医学 的に統計学を用いた考察なわけこ,れあこの人の考察なのであ,あ,あ,のあくまでもね。でこの人の考察に対してイチャモンをつける場合ねだから私は2点イチャモンをつけるんですけどね。えー <laughs> ねあのー 本当にイチャモンをつけるときはこの統計データはどういうものですかとか、えーね、こ,うこ,うこういうデータに対してはこういうデータありますよってやっていかないといけないので簡単にはイチャモンつけれないですこの人と、ね、話し合って、えー、取材してやることだったらいいけどで私はほとんどが共感を得るものだったのでこれをご紹介します菅谷典夫さんね、えー、慶応義塾大学医学部客員教授国際インフルエンザ学会理事の方だそうです。<laughs> えー、月の今年の4月の12日に登録しています。新型ウイルス、SARS、えー、c o v i d 2の発生ちゃんとね、新型コロナウイルスって書いて SARS っていう症,症候群の名前をつけてくれているあたりが、えー、まず好感を持てます。 えねえー、ただの風邪だって言っているその、あのー、平塚雅之君が出てきたときに私がしきりに言ってたのは、ね、重症急性呼吸器症候群ですよとそういう症状ですよっていう、ねえー、ことをしきりに言ってたんです、私はで。メディアは全然違うことを言っていた。 新型コロナウイルス感染症以下、新型コロナは、日本では2020年1月6日に NHK ニュースで、中国武漢において原因不明の肺炎が発生していることが報道され、えー、同年1月14日に WHO は患者から新型コロナウイルス、SARS-COVID-2 が、えー 検出されたことを明らかにしたその上で今のところ大規模に感染が広がっている状況ではないとしながらも家族間などの限定だが人から人に感染する可能性もあるとした 注目すべきは1月20日には中国の専門家が武漢で14名もの医療関係者が感染したことから人から人の感染は間違いないと発表した点である医療関係者が多数感染するということはインフルエンザ専門家から見ると新型ウイルスが発生した重要な証査であるあこの人はなんかインフルエンザ専門家みたいですね ねえー、インフルエンザの専門家みたいです <laughs>、えー、新型コロナは大した病気ではないはてな、えー、ところが新型コロナは大して重い病気ではないとか日本では流行らないなどとあ流行らないなどマスコミで感染症専門家の意見が流れた例えば専門家らは人から人への感染は限られていると指摘し国内では 国内で感染が広がる危険性はほぼないと冷静な対応を求めているとか国内の人は特別な対策は必要ない手洗いやマスクなどインフルエンザの予防策を取れば足りる等である、えー、2020年1月20日自治ドットコムニュースちゃんと,ちゃんと、ね、出店元を書い、えー、てくれているあたりがかなり好感を持ってますね。<laughs> 国内の現実離れしたニュース報道に私は驚き、2月3日に日本維持新法のウェブ上で新型コロナウイルス感染症は SARS に類似、厳重な警戒が必要という論説を発表した。これね、あの私もだから SARS って聞いた瞬間に血の気が引いたんですよ、私は。 だか SARS のことを、SARS1 のことね、2000年初期の SARS1 のことを記憶している人があまりに少ないなってね思ったんです。確かに20年ぐらい経ってるんで、記憶している人が少ないかもしれないけど、当時、めちゃくちゃ私ね、中国から出張でエンジニアで中国に行って、中国から帰ってきた人とか、当時、会社でめちゃくちゃ問題になったからね、これ、SARS。 やべえやつだなって言ってね、あ,あらぬそういう差別を受け,られ受け,受けるんですよ、ね。今だと笑い,事だ笑い事だけど、その SARS-1 の時ね。でも、その SARS、ーズだって聞いた瞬間に、もう血の毛引いたんですよ。ね、で、その時に、平塚正幸君がこの後2ヶ月後ぐらいに登場してくるんですよ。この後の2ヶ月後ぐらいに平塚正幸君が登場してくるんで、ね、私がそれに対して、ね、相当動画を作っていった記憶があるんです。<laughs> えー、あじゃあ平塚正行君はもっと前から登場してるよ、ね、もっと前から登場してるんだけどだから私が NHK 党のその,、えー、あの視聴寮の件を言っているあたりから登場はしてるんだけど、えー、新型コロナはただの風邪って言い始めたのがこの2ヶ月後ぐらいからです。 戻りますしかし専門家による楽観論の影響は強く日本政府の対策は遅れ人から人への感染が明らかになった時点でも中国の感染地域から団体,団体観光旅行を差し止めることがなかったはいこれ日本国政府がやったことを、えー、4年前にやったことを正確に記載してくれていますこの人はねインフルエンザの感染症としてだから、えー、ね今 今、ワクチンの、えー、と因果関係が、えー、要は否定できない人をどん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 4000万とか払っていくと思うんだけど日本国,府国政府かね、昨日のライブ配信で言ったけど、ね、4000万とか払っていくっていうのが目に見えてあこういうことじゃないかなって思うやつ,の、えー、やつにこう,こういうのを思い出してね、みんな。日本国政府は4年前どういう対応を取ったか。 <laughs> 2020年1月23日に武漢が閉鎖され WHO は1月30日新型コロナ流行を国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態と宣言した日本国民は SARS クラスの重症,重症感染症流行の危機的状況にあることを理解しないまま2月以降国内で新型コロナ患者が続発した 一方、欧米諸国では新型コロナの脅威がマスコミで大きく報道され、一流医学誌であるランセットやニューイングランド・ジャーナル・オブ・メディシン、えー、にも、えー、新型コロナを警戒する論文が1月末までにウェブ上で発表された。そ,、えー、そこでは入院患者の29%が急性呼吸、ひっ 症候群 ARDS となり15%が死亡したことが報告されていた日本の感染症専門家はいち早くこのような情報を国民、えー、特に医療関係者に伝えるべきであった <laughs> 武漢のニュースを見て筆者はスペイン風邪出現時の混乱を想像 した、えー、アメリカでのスペイン風邪流行時1918年10月から多くの都市で学校、映画館、バー、さらには教会までも閉鎖され、多くの町でマスクを着用しないとバスなどの公共機関には,、えー、は乗車できなかった。病床床は満床とななり教会などの えー、臨時の病院となったこれらの光景が100年後の武漢で再現されたことはインフルエンザ専門家である筆者には大変興味深かった。スペイン風邪では 世界各国で大規模な徹底した封鎖が実施されたが結局パンデミックを抑えることはできず数千万人が死亡した筆者はワクチン診断薬治療薬が間に合わなければ現代でも新型コロナパンデミックは避けがたいと感じた3番新型コロナの致死率はスペイン風邪と同等 国内の新型コロナ死亡例、あ、もう、まずね、これ、ワクチンと診断薬と治療薬、今は、えー、できています。これ皆さんね。 ね、特効薬という、えー、ゾコーバーでしたっけ、ゾコーバ五5万5千円のゾコーバー、<laughs> 5日間で5万5千円のゾコーバー、まあ、3割負担で1万5千円ぐらい、ね、これ、ありますよね、えー、あとワクチンもありますよね、でね株が変に対応できてるかどうかっていったら微妙ですけど、まあ、一応、えー、それに対応し,しながら、遅ればせながら出ていきますよね、でも当時は何もなかったということを皆さん忘れてるんですよ。 だからそれを忘れないためにも、この人はちゃんと書いてるんです。今年の4月に書いてるの、1月23日ね。政府の動きですとか、メディアの動きですとか、それをインフルエンザの感染症の専門家として、えー、やってるわけ。で、このあと、やばいことが書かれてるからね。これ、<laughs> ね、やばいことが書かれてるんだけどこ、この人はどういう人か、どういうレポートなのかっていうのを、えーね、どういうシンプルさがあるのかっていうのをちゃんとやっていかないと、このチャンネル自体がバーンされるかもしれない <laughs> この動画自体含めてね。 新型コロナの致死率はスペイン風邪と同等 <laughs> 国内の新型コロナ死亡例が報告された2020年2月13日,13日以降も依然としてマスコミで流れたのは新型コロナは季節性インフルエンザ程度の感染症であり恐れることはないという誤った論調であった。<laughs> ねえー、マスコミに登場した、えー、あこれはね私も最近、ね、インフルエンザっぽいよって言ってるのは誤った論調になっちゃうんでや,やめることにしました今日この人の論文を見てインフルエンザの専門家が誤ったって言ってるからだからインフルエンザとは別物として第5類だけで別物として考えることにしますありがとうございます、えー、菅谷さんありがとうございます <laughs> マスコミに登場した専門家感染症専門家にインフルエンザの基本的な知識がなかったのであろうか、季節性インフルエンザの致死率は1000万人のインフルエンザ患者で5000人の死亡者が出ると仮定すると0.05%、1万人の死亡者が出ても0.1%である。 世界史上最悪の、えー、1918年のスペイン風邪流行時、日本では2380万人が罹患し、38万9000人の死,死亡者が報告され、致死率は1.6%で世界全体でも推定された致死率は23%から3である。 一方、2022年2月時点での新型コロナ致死率は中国で2.2%であった2.2%であった。あー <laughs> ににあったにもかかわらず日本のマスコミは新型コロナの支持率は低いと報道したが、この時点では新型コロナの死亡率はスペイン風邪並みに高いと報道するのが医学的には正しかったのである。NHK ニュースに登場した 専門家は新型コロナは感染力は強いが重症度は低いと述べていたが H5N1MERS などの50%の死亡率と比較したのだろうか <laughs> WHO は2020年3月11日に新型コロナのパンデミックを宣言し 日本国内でも同月から流行が本格化した7月あ4月7日に東京、神奈川など7都府県に緊急事態宣言が出て4月16日には全国に拡大されたしかし5月に入ると日本の流行も一時的に収束傾向が見られるようになり 欧米諸国でもロックダウン解除が課題となっていた国によって差はあるものの5月から徐々に外出禁止処置が解除された <laughs> 4新型コロナ流行初期アジア全体で感染者も死亡者も少なかった日本では2022年5月頃 早くも政府を中心に日本の死亡者数の絶対数が欧米に比べて少ないのは日本の新型コロナ対策が優れていたからとか <laughs> 対策が成功したからという論調が聞かれた筆者は5月20日にウェブ上に発表した論説新型のあ日本の新型コロナ対策 は成功したと言えるのか日本の死亡者数はアジアで2番目に多いでアジア諸国は欧米諸国に比べて、えー、感染者数も死亡者数も圧倒的に少なくアジア諸国で人口10万人当たりの新型コロナ死者数を比較すると日本はフィリピンについて2番目に多く日本の対策が優れていたとは言い難いと発表した。 2020年5月16日時点で欧米諸国の人口10万人当たりの SARS-COVID-2 感染者数はアジア諸国に比べて10倍から100倍以上も多かった。それを反映して欧米の10万人当たりの新型コロナ死亡者数は圧倒的に多く、 アメリカイギリス、フランスなどの欧米9カ国の10万人当たりの死亡者数の平均は31人日本、韓国、台湾、インドなどのアジア11カ国では0.35人となり平均で見るとアジアの死亡者数は欧米のわずか100分の1であった。 しかし、致死率は日本では死亡者数713人、感染者数1万6203人で4.4%と極めて効率であった。スペイン風邪では、えー、若年成人の新型コロナでは、えー、高齢者の致死率が高いという違いがあったが、日本の国民は1918年のスペイン風邪以来の伝染病の恐怖を味わったのである。 これ、この人も言ってくれていますが、その当時、えー、致死率めちゃくちゃ高いですよっていうふうに YouTube 上で言っていたのは、まあ、私今もう公開、一回やめて公開してますがね、ね旭川の例にとって致死率上がってってますよって言っているのは、多分私しかいなかった YouTuber の中ではねえ。医療系の配信者の中ではいっぱいいたと思う。もしくは感染症専門家の中ではいっぱいいたと思いますが単なる一 ユーーーチュバとししてて率めちゃくちゃゃく高いし、ね、そ,れのその理由かかってるからいや簡単なんです検査しないから。検査しないから、致死率が上がっててるのは当たり前なの、ね。だからそれを日本国政府のその検査しないという方針自体を、ね、ディスった動画だったわけ、ね。だからこれ、この人はそのディスっているのかどうかがわからない、ねあ。あとで多分検査数少ないという考察が確か出てくるはずですけど。<laughs> こ,れこの4.4と高いというのは4.4、ねえー、じゃない実際はもっと致死率は低いんだけど感染者数自体が、えー、検査してないから抑えられているだけなんです。 日本では、えー、欧米と比較して新型コロナ死亡者数が少ないことは事実であったしかしそれは日本の対策が成功したわけではないアジア諸国全体の感染者数死亡者数が欧米に比べて圧倒的に少なかったためでありその中では最大級の被害を受けたのが日本であった、ね、だからアジア人がなぜか、えー、致死率が少ないという事実もあるんですそれはそれでただその要因とね 対策の要因が一緒かかかどうかも分からない。だから謎です。謎。多分今でも分かってないんじゃないアジア諸国の死亡数は現時点でも欧米諸国より少ない。はてな。ここからが確信ついてきますのでよく聞いた方がいいです。ここからが大事です。 新型コロナ4年後の2024年1月時点でも新型コロナの10万人,人口10万人当たりの累計死亡者数は欧米諸国に比べて日本、アジアなどのアジア諸国は少ない表位、えー、欧米諸,諸国の累計死亡者数は、えー、米国344人これ人口10万人当たりね <laughs> アメ、イギリス344人少ない方ではスイス、オランダなどは150人前後である日本は2024年から4年間で合計7万5375人の死亡者が出て人口10万人当たりに換算すると60.3欧米諸国よりも明らかに少ない。 日本の人口を1億、えー、2500万人とした日本、韓国、シンガポール、台湾の4カ国のアジアのハイインカムカントリーの死亡率が低いのは理解できるが、えー、実は他のアジア諸国の死亡者数は日本よりも少ない例えばフィリピン54人、えー、タイ45人インド38人である <laughs> これが多分まだ分析されてないと思います 後に分析されるかもしれません。六、超過脂肪。はい、ここからが非常に重要です。超過脂肪、えー、エクシエク、エク、ちょっと分かんない、漢字分かんない。<laughs> 超過脂肪を欧米とアジアで、えーえー、欧米とアジアで比較したのが、表二である。 新型コロナ流行中のすべての原因による死亡者数からパンデミックが発生しなかった場合に推定される死亡者数を減じた数字が超過死亡者数であるインフルエンザの世界では超過死亡は確立し日本の学童集団接種により高齢者の肺炎 乳幼児の脳炎がれ防がれていることが証明されているこれというのはすなわち超過脂肪っていう値はこのインフルエンザとか感染症の世界では非常に重要でありでワクチンとのその効果とか、えー、そもそもの医療機関の状態とかを、ねえー、推察する指標とした非常に重要な指標であるというのが超過脂肪ね。 超過死亡では新型コロナと診断,した診断が確定した日本死亡,、えー、死亡者数だけでなく診断及び報告されなかった新型コロナでの死亡やパンデミック状況に起因して受診を控えたことによる死亡増加な,、えー、などもも捉えることができる日本では新型コロナの検査法 RTPCR の感度が低いとか 低いとか検査を受けにくいと感染し流行が拡大するから検査は控えるべきというような医学的に誤った情報が、えー、流,流布しまた専門政府の専門家 会議も検査の重要性に触れなかったため新型コロナと正しくさ診断されてない死亡例も多数あったと考えられるさらに政府は医学的な根拠がないままに受診の目安として発熱から4日間は自宅で様子を見ることを推奨したため 国民が受診を控え、新型コロナと信頼されないまま死亡した例も多かったと思われる。以上のような理由により、日本では超過死亡は新型コロナ流行の影響をより正確に反映する指標となる。ね、これ、分かりやすく言うと、まずは日本は検査をしない国であったということです。 他の諸外国に比べて、まあ、アジアちょっと除いておいて、アジアは極端に少なかったから、なぜかね。だから除いあ、中国はちょっと異常だから、中,中国のゼロコロナ政策と、ねねあ、アジアの低いやつっていうのは、ね、ちょっと除いておいて、欧米と比べた場合に、ねあの、日本は明らかに検査数が少なかったんです。その時に えー、武田邦彦先生は何て言ってたかっていうとイタリアでででこういういデータが出てててるるので分かっっしょって言ってるの <laughs> でアジアとイタリア人の,その、ね、日本人とイタリア人の何か違いがあるのに、ね、あと行動対応と政府の対応とかが違うのに、ね、分かるでしょイタリアでこうだから恐れるに足,るにた足りませんよって言ったのが、えー、武田先生でありそれに便乗してるのが、えー、国民主権党の平塚正一君ね。 平まさき君はこれと逆のことを言ってるのこの RTPCR の感度が低いって政府とか、えー、そのね専門家とかが言い始めてるんだけどねその原理も説明しないで、えー、言ってるんだけど逆に平塚君は何でもかんでもコロナとして出てくるのがこれですって PCR ですっ,つった <laughs> 何でもかんでもコロナに出てくるんだったら我が家一家、えー、4人が何回も PCR で陰性になってるのは何なんですか 風邪の症状をて1回もコロナにかかってないの、今年の7月まで、1回にもうコロナに PCR でかかってない、だけど私はですね、ねそのタイミング等とか回数が少なすぎるから、おそらくですけど、浴びているだろう <laughs>、ね、症状が出なかった、ワクチンとか打ってたから症状が出なかった、息子とかはね、だからその当時の変異株は、えー、若い人にはほとんど、えー、症状が出ない、子供とかには症状が出ない。 ね、その人間との相互関係でそういう状態にあったんじゃないかだから今回初めて一家全滅したっつって,ってねだから平塚君が言ってたのは感度が高い高いっていうか誤,誤,誤検出するよっつったのはまあ多分それは嘘で感度が低いわけでもないだから正しく PCR は検査できるんだけどそれをね取らないための言い訳として感度が低いって言ってたんじゃないかと私は想定しております でこのね、えー、超過脂肪のこれはマイナスが重要です、これ。ね、2020年からいきなり急激に,に日本とか台湾とかマイナスになるんです。<laughs> 超過脂肪が、ねえー、あの少なくなる、ね。わかりますか、ね、こ,この時はコロナでお亡くなりになってる人いるんだよ。だけど、マイナスになるんです。だから今までの、えー、状態と行動変容をしているということは。 なわけですこれね例えばですけど、ねこの2020年の最初の年に、このね多分このインフルエンザの専門家の方は、えー、気にも留めてないと思いますが、ねこの当時言ってたのは、例えば立花隆とか、えー、国民主権党の平塚正輝が何を言ってたか、この当時ね、2020年ね。ねコロナのその自粛制限とか、えー、ねその緊急事態制限等によりね自殺者が増えるっつった。 データを用いないで増えますよって言ってたの、実際、蓋を開けてみたら、自殺者減ったんですよ、減ったの、コロナの、コロナと日本のその報道とか <laughs>、政府の対応により、自殺者減ったんです、そのまま消化脂肪がマイナスになるの、これ本来であれば、パンデミックの前であれば、これだけの自殺者が出ますっていう数値を入れてるから、実際、実際、診断数としては減るんですよ、だからマイナスになるんです。 自殺者減るからねそしてロックダウンとかすると車を運転しなくなったから交通事故の死亡者がめちゃくちゃ減るんですだからマイナスになるのよアジアとか特にねで欧米諸国はそれをも凌駕してめちゃくちゃ死んだんですよコロナでだからプラスになってるんです でマイナスからプラスに転じていって、まあ、最終的にこれね、今、フランスと同じぐらいに去年なりましたよっていうのが重要なんです。この,この人のミソとしては、これを言いたいの。カナダを抜いてフランスと同じぐらいになってるよって言ったの、去年。日本の新型コロナ対策の問題って、日本の超過死亡はカナダを抜きフランスに迫るってことは、ね、もはや欧米とかヨーロッパと日本のコロナの致死率は変わらないってこと、日本ね。 変わらないっつってこと。分 <laughs> かりますかじゃあ高齢の、えー、高齢化が進んでいる日本ではどうなるかっつったら、ね、めっちゃ死んでいくってこと、コロナで、ね。それ止められないです。絶対止められない。いきますよ、2023年、日本の累計超過死亡数はフランスに迫る。ここから大事ですからね。 累計,死亡えー、累計超過死亡者数を見ると、流行初年度2020年から欧米諸国では多数の死亡者が発生しているが、アジア諸国では2020年の死亡者数は圧倒的に少ない、特に日本、韓国、台湾、シンガポールの4カ国のハイインカムカントリーとフィリピン、中国はマイナスの超過死亡者数となっている。 表につまり新型コロナ発生によりこれらの国の超過死亡者数はそれ以前と比べて減少したおそらく入国制限マスク着用ソーシャルディスタンスなどの強力な公衆衛生対策が新型コロナのインフルエンザや RS ウイルスなどの感染の流行の発生も抑えた。 結果と思われるプラスね、ねこれによって自殺目の前にコロナという死の危機が来ている時にねどうせ死ぬんだから自殺ややめようつって自殺はしなかったりそもそもロックダウンとか緊急事態宣言して他の県に行ったならばお前他県ナンバーだとかって石とか投げられたりね。 ね、あの道路を閉鎖せ,せよとかって言ってくる、ね、県知佐竹県知事とかが生まれたり、ね、我が秋田県の殿様ですよ、殿様が、ね、道路を閉鎖しますとか言ってる <laughs>、ね、県知事の権限で道路を閉鎖しますとかって言っちゃってるもんだから、ね、そういうことによって交通事故とかも減ってるわけよ。だから、だから多分そういうのもある。いろんな要因があって、とにかくマイナスになるのよ、アジアは。これ、超過死亡がマイナスになるというのは重要。 流行2年目、2021年には重度の高い,の高い変異ウイルス、デルタ株が出現し、はい、ここはい、ここです。ここがこの人と1個目の違いです。ね、今までのやつも違いあるけど、重大な違いが2つあるんだけど、そのうちの1つ、重症度の高い変異ウイルス、デルタ株が出現し、 というふうに決めつけているわけ。ウイルス側に重症、要は重症呼吸器症候群の理由はウイルス側だけにありますよという捉えられる捉え方をこの人はしてるんだなっていうのが分かります。だから人間との相互関係を完全に無視している。だから平塚正幸君の逆バージョン。平塚正幸君はね、毒性、弱毒性ですウイルスは毒性低いよって言ってるの。 だから人間側を無視してるの。ウイルス側だけに焦点をあ当ててきたのが、国民主権の平塚正行君でしょ。もしくは武田邦彦の。だ武田邦彦はちょっと違う。ちょっとは違うイギ。イタリアのデータが日本人にも適用できますよっつって、オ、う、ス、ん、に足るなって。い進めっつったのが武田邦彦の、ね。それでもうげんなりしちゃったんですよ、私は。武田先生のことを尊敬してたんですけど、2020年か21年ぐらいでげんなりしちゃったんです。武田先生、げんなりした理由、それなんです。 ね、だから相互関係なのにウイルス側だけに言ってるんですよ <laughs>、ね、デルタ株が出現し欧米諸国では一段と超過死亡数が増加したアジア諸国ではマイナスの超過死亡数は台湾のみとなったがインハイインカムカントリーの4カ国と中国では超過死亡者数の増加はわずかであった表に一方インドフィリピンでは欧米並みに超過死亡者数が増加した 急増した特にインドの超過死亡者数は、えー、イ,ギいイギリスアメリカを上回った2021年には日本でも新型コロナ以外に、えー、老衰死心血管疾患などによる死亡例が増加した。 えー、新型コロナ感染は心筋梗塞や脳卒中の危険因子であることが示唆されさらにバンデミックにより緊急搬送の遅れが生じた可能性も指摘された老衰死の中には多数の新型コロナ症例が含まれることは容易に想,想像されるだから新型コロナでお亡くなり ににななってないのに新型コロナにでお亡くなりになったっていうやつがめちゃくちゃありますよって言ってたのが国民主権党の平塚君正行君でそれは、ね、ゼロではないから否定できないのよ。 あるんでしょう。が、しかし、逆に言ったら新型コロナなんだけど、新型コロナでお亡くなりが勃発したこと、新型コロナに感染したことにより、死因が、えー、例えば、えー、心筋梗塞とか脳卒中なのに、ねあ、本来であれば新,新型コロナに感染してない、もしくは、ね、ワクチンを打っていれば、お亡くなりにならなかったのに、 ね、ワクチンも打てないで感染しちゃったからお亡くなりになっちゃったってやつが新型コロナの死者数に入ってないよということは容易に想像されるって言ってるんですよ、ね、だから、両側面を見ないといけない。で、こ,こ,こっちの人はねあの、その値は言ってない <laughs> ほん。本来は新型コロナじゃないんだけど、何でもかんでも新,新型コロナで死亡したっていう、平塚正行君の寄りの観点がやっぱりないんです、この人に。 私はそれを見てきたんで、4年前見てきたんで、これを,これこれを逆の方向だけを言っていたんで、そのとおはね平塚君がそういう言い方をしてるんで、逆側面もありますよっていうことを言ってたんで、だから今は4年が経ってるから、両側面を言えるわけ。こっちの人はこういうふうに言ってるし、平塚君は逆を言っている。だから両側面あるでしょ。じゃあ実態としてはどうなんだっていうのが、この後に出てくるんで、皆さん待ってね。だからあんまり興味ない人は飛ばしたり、早送りで見てください。 流行の3年目、2022年になると、初年から、年初から重,度重症度の低下した変異ウイルス、オミリコノン株、これね、今、KP3 の元となるやつですけど、これも同じ重症、重症度の低下した変異ウイルス、ね、ね、低下してません、おそらく、変わらない、どっちかというと、われわれの人体の方が変わってるだけだと思いますどっちかというとね。 えー、もしくは、上気道での増殖よりも、えー、だから肺で増殖するサイレントキルみたいな状態よりも上気道でちゃんと症状が出てくれる可能性があるだから症状が逆に重症化するっていうふうに言った方がいいかもしれないだから、重症と,とかっていう言葉はやめた方がいいと思うんですよ、<laughs> やめたとう勘違いしちゃうから、ね、ウイルス自体の毒性が、えー、上がったり下がったりしているかっていう形になっちゃうんで。 相互関係で見ないといけないいいとけ人類はどういう経緯をたどってきたかとの相互関係を見ないといけない、ね。アメリカ人なのか日本人なのかでも違うでしょ。アメリカ,メリカにいる日本人なのか日本にいるアメリカ人なのかでも違うから。 流行したが意外にもアジアではハイインカムカントリーの4カ国でも大幅に超過死亡が増加し日本は2021年の10万人あたり12.6人から128.4人と10倍韓国は2021年の14.6人から126.4の8 1.7倍の超過脂肪の増加となったインドはさらに増加しフィリピン対、えー、アメリカと同レベルの超過脂肪となったこの人は、えー、あえてそのデータがないから、えー、言ってないと思いますけど、ね、多分私と同じ感想を持ってると思うけど、ね、これはワクチンだと思ってます私はね <laughs> こ,のこの辺になるとワクチンを打ち始めてるので超過脂肪が増えてってるというふうに これ何回も言ってるけど、ね、ワクチンのせいで超過脂肪が増えてって、ね、逆に言ったらばワクチンのせいで症状が抑えられ、えー、コロナで本来ではお亡くなりになった人たちがお亡くなりにならなくなってきたというふうに言っても過言ではないと思ってる言ってる意味分かりますか,、ね、か昨日も言ったけど看護師さんとか、えー、幼稚園の先生とか、えー、老人の介護施設っていうのは男性もいますが圧倒的に女性の方が多いです もともとコロナは女性は症状が出にくい上にその人たちは、ね、特に看護師さんとか老人介護施設っていうのは嫌がおうでも打たないといけないです同調圧力もあ,あり、ね、みんなが打つから打たないといけないですわ、ね、かりますかで打つわけでしょ何回も打つわけでしょもともと症状出ないのに女性の方たちがその働き盛りの女性の方たちが打ちまくるわけでしょ そして、子供から、その症状が出ない子供から、ね、自分の子供いるはずですから、ね、共働きですから、今時子供いるから仕事辞めてますとかね、じゃないでしょ。幼稚園の先生だって、自分の子供をどっかの幼稚園とかに集めて、保育園とかにあつ預けてで、幼稚園で働いてる可能性があるわけでしょ。ということは、子供たちから浴びてるんですよ、全員が。ねえー、あの老人の介護施設とかで働いてる人たちも、子供たちから浴びている。 何回も感染してるわけ、逆に言ったらば、ね。無症状感染を何回も繰り返してるわけ。すると、人間はどうなるかってったら、ね、その,あのコロナに対応できるものがさずかさずさ携わってるわけでしょ。じゃあ、その状態で、ねね、免疫が落ちた人に接したらどうなるかってったら、その人たちお亡くなりになるでしょ。だけどそ、その時には、いくら検査しても出てこないの、その従業員から出てこないから。 医療機関の人がお亡くなりになることはないわけだってワクチン打ってんだから、しかも女性が多いんだから、日本はね、特に。という考察ができるんじゃないかって私は思ってるわけで、この人もあるかもしれないけど、それはデータで言えないから単、単なる感想です。 で流行の4年目、2023年になると、欧米の超過死亡者数の増加はやや低下したが、日本の前年の10万人あたり128.4人から215.8人と倍増し、フランスの237.7人に迫った、アジアの日本を除いたハイインカムカントリーである韓国、台湾、シンガポールと中国は依然として150人前後で、 欧米よりも超過死亡者数は少ないまたインドの超過死亡者数はアメリカイギリスを大幅に上回りフィリピンとタイもフランスを超えた1918年のスペイン風邪ではアジア諸国の死亡,死亡率は欧米諸国よりも高く、えー、経済的な格差が反映したものと理解されているが 新型コロナの超過死亡率はインド、インドネシア、バングラディッシュ、ベトナム、タイ、フィリピンなどのアジア諸国の欧米諸国と同等と考えられるアジアのハイインカムカントリーでは日本を除き韓国、台湾、シンガポールの消化死亡者数は依然として低く抑えられている中国の、えー、悪名高いゼロコロナ対策は超過死亡数を見る限り成功したと思われる アジアが、えー、要は、えー、どん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 欧米と同じようになってきてるってことだ、ね、これこれね多分もうちょっと時間が経てばもうちょっと分析進むと思うんだけど <laughs>、ね、で最終的には医学的、えー、そういう科学的な結論はなされないと思うけど医学的な統計的なものから えー、こうだということは言えるのが出てくると思う。それのヒントとしては多分、ね、私が言った、えー、人間との相互関係の中で、ね、今回、KP3 に感染して全員が症状出た <laughs>、ね、今まで1回もかかったことないこれもヒントです、ね、実際はかかってると思うけど検査で1回も出てこないこれがヒントだと思う。 だから今回をもってして私とか、まあ、子供にはまずある程度は、ね、あのワクチンとか進めないでうちの、ねえー、おばあちゃんには進めてもいいかもしれないけどじ妻とかには進めない進めないけど、まあ、本人がえ職場とかそういうものでどうしてもっていうんであれば、まあ、やっても別にそんな、ね、毒性があるわけじゃないから今まで5回やって大丈夫だったら、まあ、6回目、7回目ぐらいまで,で大丈夫じゃないみたいなで8回目ぐらいでおなになるリスクはあるよかなり低いけどっていう感じで。 えー、思ってるけどね,ねこれなんですよ、ね、欧米の人たちは初期の頃、えー、お亡くなりになっていたわけしかも比較的若い人、ねね、これ年齢がこの超過死亡に、ね、年齢のグラフがないんですよもしくはその人のジョブです職業何やってる人ですかどういう人ですかっていうのがないのこの調一食単に超過死亡やってるでしょ これを年齢とか職業でやって、ね、えー、この欧米とかの人種と比べれば、その答えが出てくると思います。ね、で私の、これかなり、えーね、それやってないから、えーねあの、言えないけども、ざっくりとした想定としては、日本とかインドとか、めちゃくちゃ上がってきます、確実に。<laughs> 確実に今後、上がっていくと思われる。 <laughs> はい8日本の新型コロナの超過死亡者数は27万人いいですかこれ感染インフルエンザの専門家がこのデータを見て分析して新型コロナでお亡くなりになった人は累計で27万人います厚生労働省が発表してるのは7万人なんですよ 大体3.6倍3.6倍なんです日本では最近超過死亡数が大幅に増加し特に2023年は10万人当たり215.8人とフランスの237.7人に迫り G7 諸国ではカナダを上回った超過死亡者数から計算すると 10, 10万人当たり215.8人である 総人口を1億2500万人とすると26万9750人となり新型コロナ発生以来27万人が死亡したことになるまた1年ごとの日本の超過死亡者数は2021年は1万5750人2022年は14万4750人2023年は10万9050人 となる一方、日本の新型コロナの累計死亡者数は2024年,1月時点2024年5月以降変更なしで10万人当たり60.3人総人口では7万5375人となり超過死亡数はその3.6倍となる。 ね、だから当然、この人はインフルエンザの感染症なんだでその他感染症の影響とかも考慮に入れてるはずです。ね、これを言い切るためにこのグラフだけじゃなくていろんな要素を、えー、私には知らない要素を入れた結果、ね、新型コロナで日本亡くなってるのは多分27万人ぐらいだよと言ってんのこの人は、ね、<laughs> 超過脂肪と大体合うと思うよと言ってのるの。この人 かんだからこれを覆すために、これ、だからワクチン、ワクチンのせいで中華脂肪が上がってますって簡単に言う、反枠のやつらいるでしょ、この人の考えを、ね、覆すためには、ね、このデータだけじゃなくて、この人と話し合って、これを言ったのは、どのデータとどのデータとどういう考えからですかって、ね、何時間も話した上えで、えー、それで否定することはできるかもしれない。でも逆に言ったら、そういうことをしない限りは、この人の27万人は否定できないです。 私には否定できません。ということはこれ、これ、はあねか、感染症の専門家が言ってるから、多分このね、7万5千っていうのは、ね、えーね、あの厚生労働省のあくまで発表であり、実際は27万人ぐらい死んでんじゃねえのつだから1年、1か月に1万人ぐらい死んでんじゃねえのつと。だから、7月と8月ぐらいで、KP3 でまあ1万人から2万人ぐらい死ぬんじゃないかって言ってる私の数字っていうのは、大体合ってるでしょと。 7月と8月にもしかするともっと行くかもしれない。他のピークじゃないときはもっと抑えられていくもだからね、ね昨日も言ったけど、ね、何か知らないけどめちゃくちゃ過去最大級に病院が混んでますとか、ね、あのコロナとかそういう感染症と関係ない手術とかを7月、8月に予定してたんだけどなぜか病院に9月にしてくれとか10月にしてくれとかって言われるっていう風に言うのが増えてくるんじゃないかって言うんです。こういうことよ 下手すりゃ葬儀場の仮装が混んでて予約取れませんとかでなる可能性だったわかりますかコロナでお亡くなりになってるんです。ね、今みんなワクチン打ってますわ <laughs> かりますか今みんなワクチン打ってますか、ね、そのワクチンなんて半年ぐらいで効果がなくなるんだよ。わかりますかいや確かにレアケースでそのワクチンとかコロナによってロングコロナとかワクチンの後遺症が長く続く人がいるかもしれないそれはごく一部です。 ほとんどの健康な人は、もうワクチンなんてあっという間になくなるから、<laughs> ね、わかりますか、ね、それが効いてるんであれば、ずっと効くはずでしょ、大体のものは。ね、つまりそもそもそれよりも速い速度でワクチンが変異しちゃってるんで、だから効かないんだって。ね、じゃあ今、みんなワクチン、ガン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 無料接種でやってますかってやってないでしょ、ね、じゃあ、超過種度も増えてくるのは、ね、ワクチンのせいじゃなくてコロナのせいでしょ か,かつてワクチンをやったやつとかって言ってくるんですけど、じゃあ、それをデータ見せてね。<laughs> データ見せてね。どういうメカニズムで起きてるんですかっていうのを見せてね。<laughs> ねなんとでも言えちゃうから。ね、だから、この人だ私に言わなくて、私じゃなくて、専門家に言ってくださいよって話。ね、話。からインターネットでそういうふうに言ってる人たちは、ね、これ、福永弁護士と同じで、なんでそれを信じるのかが理解できないの。 これだけデータとか専門家の人たちが、この一言を言うためにいろんなデータを持ってきてるんだよ、ね。その人たちの話は聞かないで、えー、コロナで27万人ぐらい亡くなってるんじゃないですか、1年間には10万人を今超えてきてますよ。アアジアが今まで大ではね 欧米では、ね、あのこれぐらいの超過死亡あったんだけど、アジアが、ね、新型コロナでほとんどなくなってないって言ってたのが追いついてきて、むしろインドなんてめっちゃ越して、今、世界ナンバーワンですよみたいな、世界ナンバーワンでコロナで死んでる可能性ありますよっていうね、いうの,のやつを、なぜ信じないんですか、これを。 こういう統計データとか、ね、今まで何十年もインフルエンザとかでけ研究してきて,て、ね、あの幼児とてインフルエンザの場合は幼児とかそういうものに打つから、ねえー、その医療機関のソースがそれに逆かれないのでだからお年寄りがインフルエンザになってもちゃんと医療行為が受けられますよっていうのに役立ってるのがワクチンであると。 インンンフルエンザワクチンねだから全員がう打つかどうかは別として、ね、インフルエンザワクチンは子供に打ったりとかします、私は、ね。だからコロナのやつは、まず今のところは打たないという選択をしているわけ。ね、<laughs> でも今回をもってしてちょっと考える。だって子供にも症状出たから、めっちゃ下の子なんてめちゃくちゃ入ってたから、今回のやつね。今まで1回もないのに、今まで1回もないのに、今回のやつがそれだけの症状が一気に出たからだから、感染力と症状がそういうやつでしょ。 ね、でそれは普通の人言ったらじゃあ KP3 がめちゃくちゃウイルスが変異してめちゃくちゃ毒性が強くなったんですね違います多分人間との相互関係でそうなってるんだと思います私はね <laughs> はいでこの日本日本の新型コロナ成功がしたかとか、えー、今後の新型コロナ流行これはあんまりねこれはあんまり あれなんで見、皆、ま、さん興味があったら見てください。これで、はい。ちょっと長くなりましたが、えー、以上をもってして、えー、まとめますと、以上をもってしてまとめますと、ね。新型コロナ KP3 の流行で7月から8月に2万人ぐらいなくなると見ている検とその理由ね。えー、と、ジミーの独り言さんと立花隆さんはワクチンを定期的に接種したが方が良い、えー、と考える。えー 研を学術論文の菅谷紀夫さんのやつで解説しました。そういうふうに思う理由をね。で、菅谷さんとの違いは2つあります。1つは重症,重症度を変異ウイルス側だけに言っている節があります。違うかもしれないけど、切り取りかもしれないけどね。そこは私は違う。当初から言ってきたね。ね平塚正行君が逆に,逆に言ってたから。 ね、すごい弱毒のウイルスですよって言ってたからいやウイルスじゃなくてウイルスと人間との相互関係でしょって言ってたからでそこでなぜかアジア人と欧米の白人とでは違う結果が出てますね,ねって言ってたのでそれが今や逆転してますか追いついてきてますよっつってるから <laughs> アジア人も普通にコロナで死んでってますよっつってるの <laughs>、はい、そのそこにヒントがあると思うんだけどね私はね だからそアジア人が追いついて,ていうのはなぜかつてら年齢別とか職業とかそういうい性別とかそういういもの基礎疾患ありなしとかそういうものでデータ分析していけばなんとなく分かってくると。<laughs> ワクチン履歴とかねワクチンをかつては打ってないけど今は打ってんだからねじゃそういうふうに言ってくるとワクチン反ク派はねワクチンを打ったから、ね、これからあなたたちはコロナで死んでいくんです、ワクチン打ったからとか簡単に言うのよ。 簡単に言うんです。で、私は逆,逆で、ね、打った方がいいですよって言うの、ね。私の一家としては、ワクチンをめっちゃ打ってる方が症状出なかったからね。まあまあ、私の家の家庭だけで言ったならば、ね。で、2類から5類に変えたが、えー、増加、たが増加してってるっていう、そういうふうに言ってるんだけど、ね。だから私は逆よ。2類から5類に変えたから、増加してってるんでしょって。 <laughs> インフルエンザと同じ、隠れインフルエンザだっていっぱい言ったから、今まで、職場に行けば、お,おめえ、インフルエンザだろうみたいな人が、ねね、インフルエンザじゃなかったとかね、検査してないのになかったとか、もし検査したとしても、ね、インフルエンザと出ない初期の段階で行って、インフルエンザ大丈夫でしたっていう人とかいるから。 わかかりますかある程度待ってしてベストタイミングで検査しないとインフルエンザが陽性にならないのにそれを知ってるからねちょっとでもなんかのといたいなと思ってあこれインフルエンザかなと思った瞬間に病院に行ってインフルエンザじゃないですっつってねちょっと8度ぐらいあるけど解熱剤とか飲んで仕事してる人とかいたから <laughs>、ね、そういう人がいるともうあっという間に職場とかがみんなインフルエンザとかで5日間停止とかね,ねそういう人がいるんですよインフルエンザで休みたくない人がいるわけ。 <laughs> それと同じで、同じ分類になったでしょインフルエンザとコロナがね。だからそれと同じで、私、コロナじゃないですみたいない、いうふうに言う人と逆にね、1回コロナじゃないって言われても、私の妻のように、何回もしつこく、みんな言ってるんだから、絶対コロナ出るはずだっつって、何回もしつこくやって、PCR でようやくコロナってて出す人いる。出すと、職場が停止、職場停止でしょ、そうやって逆に休む人もいるから、コロナはいる。 いろんな人いるんです世の中には。だそれの節が違う。この菅谷さんとの違いは2点。ウイルスだけじゃないですよ。人間との相互関係ですよ。人間,との,人間の行動履歴が、えー、と、今、ウイルスがどういう状態になってるかで決まってきますよ。でそれがめちゃくちゃ、今までは24ヌクレオチドパーイヤーだったのが、今33ヌクレオチドパーイヤーぐらいになってるよと。 で160ぐらいもう変わっちゃってるから0.5%なのか1%なのか分からないけど1%ぐらいがもう変わってるんだからね猿とチンパン人間とチンパンジーの違いぐらい変わってるんだからウイルスでもね,ねでもウイルス側だけじゃないからさ猿に感染あ違うチンパンジーに感染したあチンパンジーとやっちまいました <laughs>、ね、人間とやっちまいましたぐらいの違いがあるんだけどやっちまわないといけないからこれ相互関係なんで はい、えー、ということで、えー、あのこれ、茶化しているように見えて、私はですね,あのね、今、多分政府含めて、いろんな人が過度にワクチンを恐れるような行動をしてくる可能性があると思います。昨日もお話した通りに、ねえー、大幅にワクチンのせいでお亡くなりになったっていうのを大幅に拡大しながら認めていって、例えばお亡くなりになった人に4000万、遺族の方に4000万払うとか。 そういうのがガンガンなされていく可能性、それが報道されていく可能性があります。今後ね。今後。<laughs> すると、ワクチンを控える人が多分出てくると思う。過度に恐れて。過度に恐れてね。自分の頭であんまり考えないで、過度に恐れてワクチンを控える人が出てくる。すると、ね、コロナでの超過死亡数が増えてくると思います。ね、でその超過死亡でお亡くなりになるのは、若い人じゃなくて、おそらくですけど、ねえー、高齢の 男性がメインだと思います。メインだからね。ゼロじゃないからね、みんなね。メ,メインがそれ、ねえーあの量。量として、絶対数の量として多分それ。ね、と思います。すると、ね、年金とかそういうやつの対策になるんじゃないかっていう、で勝手なのも妄想です、ね。ただ正しく超過死亡のことを言わないでしょ。日本国政府とかメディアがね。 この,この人の今やった論文とかなんて絶対ね、えー、あの言わないから <laughs> まあそういうことになります、はい、以上です。